こんにちは。ありがとうございます。松行愛理です。はい、変な姿になってますが、いい感じですか？よかった。これはなんかちょっとメガネに見える棒です。メガネではないんですけど、ちょっとなんかこれ絡まってるな、絡まってるな。本日は松行愛理の好きにさせてもらいますということで、結構終わったんですけど、だいぶ好きにさせてもらってるのがわかると思います。めっちゃ俺得ですね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。なんか私の誕生日っていうことなんですけど、今まで1年また生き延びられたという記念日でございまして、みんなに感謝を伝えるっていう感じの日にっていうことで、なんかいっぱい貼ってあったりね、予約特典とかね、なんかよかったら、あ、そうだ、飾り付け、うさぎちゃんは終演後に剥がして家庭に持って帰ってください。プレゼントです。やったー。ありがとうございます。ちょっといっぱい言いたいことあるけど、まあとりあえず始発待ちさん泣かせるのはね、もうやりやがったなと思ってる。いやでもありがたいですね。みんななんかほぼリクエスト曲をやっていただけるということで、本当にありがとうございます。なんかみんなも楽しんでくれてたらいいな。あんまり喋ること決めてなかったんですね。ソロはやるんですけど、今から1曲だけやるんですけど、前回の生誕お誕生日イベントを1年前かにやらせていただいた時にやって、作ってもらったんですよ、プロデューサー、リーダーにね。作ってもらったオリジナル曲を1回しかやってないんですけど、それをやらせていただきたいなと思います。ははは、なんかすごい後ろから拍手聞こえて。なんだっけタイトル、この漫画は実在の人物や団体などとは関係ありませんっていうタイトルの曲で、通販やってたんですけども全部ないらしくて、これを聞くのが初めての方多いと思いますが、乗り方もちょっとよくわかんないと思うんですけど、よかったら聞いてください。はい、よろしくお願いします。Bye.
ございます。え、何それ、どうしたんですか。乗り方わかんないのによく振ったね。いや、この曲ちょっとね、すごいよね、本当になんか癖すごって感じで。いや、好きな方は多分好きだと思いますが、ああ、ありがとう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 、嬉しい。ピンクいいね、やっぱね、ピンクっていいね、ありがとうございます。誰が用意してくれたんだろうな、ありがとうございます。なんか、いや、振り付けちょっと考えてなかったんで適当に踊りました。あ、何も考えてなかった。あ、まあなんとかね、なんとか可愛いからね、許して。ありがとうございます。なんかあのこの衣装を着てあのランチキ取っといたんで、よかったら物販遊びに来てね、ちょいちょいって買っていただけたら嬉しいです。ふぃーふぃー。あのね、緊張してんの。緊張してんの。だから何喋ってるかあんまり分かってないけど、とりあえずソロはこれで以上になりたい、なりたいと思います、なります。は。以上となりますだね。あー、日本語喋れた。ありがとうございます。ではちょっとじゃあもう次に参りたいと思います。次は I do you screaming 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 ちょっと I do you screaming さんです。バイバイ。